あとは音の重ね方ですね、大事なことは近畿をしなければいいんですよ、展開形ってのがあります。ドミソもミソドもソドミになったりしますよね。ミソドの時にメロディーをミにするとミが強くてなんか本当にドミソの女のって聞こえちゃうから多分ダメだと思うんですけど、これ近畿ですよね。まあこれしないってのも一つ大事なポイントです。もう一個近畿としては平行5度ってありますよ。平達5度なんかこうキモい感じしますけど、裏を返すとこれなんかチャイニーズっぽい私は印象を受けるんですよね。で平達5度は近畿ですから、近畿ですから、そうしないのにどうすればいいか。5度の親戚は4度です。4度なのでこれだったら許されるよと。で結構日本風にするには4度を常にこの完全4度をずっとハモらせたまま弾くと、ジャパニーズな音階になります。で私の曲の京都の曲の感想は全部ずっとこうやって4度ずっと4度のまんま弾いてます。最近のパスピアの曲はずっと4度が使われてます。まあ5度になる時もありますけどみたいな感じでこう使うとちょっとジャパニーズな感じがしてきます。